よし、陳列作業完了。どう？今日はお店のディスプレイも俺たちがやったんだよ。大きいショッピングモールのオープン記念だから張り切っちゃった。俺とセシルはここスイーツファンタジアの担当なんだ。店名じゃ何のお店かわからなかったんだけど、駄菓子とかいろんなお菓子を集めたお店なんだって。セシルは見慣れないお菓子ばかりだって驚いてた。あ、ほらこれ、このカツみたいなやつ大好きだったんだよね。あとカレーせんべいも。懐かしいお菓子がたくさんあって嬉しいな。一日お菓子に囲まれて働くって子供の憧れみたいな仕事だよね。よーし、張り切っていこう。いらっしゃいませ。来てくれてありがとう。今日のおすすめはね、このベビーカステラ。ふわふわですっごく美味しいよ。お店に遊びに来てくれた人は俺とゲームができるんだけど、挑戦してみる？よし、そうこなくちゃ。ゲームの内容は簡単。ここにある2つのガムからどちらか選んで、酸っぱいやつに当たった人が負け。俺が負けたらスペシャルプレゼントがあるよ。それじゃせーので食べよう。せーの。すっぱー。俺の負けだ。それじゃあこれ、俺とセシルが選んだお菓子セット、美味しく食べてくれたら嬉しいな。また来てね。バイバーイ。